ジャャパンン宮崎キプ2024練習試合侍ジャパン 5−0 広島7回戦5日 SOKKEN、OK、スタジアム侍ジャパンは初実戦となった広島との練習試合で完封勝利を飾った10月29日から宮崎県にてキャンプを行っている侍ジャパンはこの日広島と練習試合を実施 試合は7回生で8回は1イニングのみ延長タイブレークの練習となった。試合は4回裏、1死1三塁のチャンスで侍ジャパントップチームで初招集となった佐藤俊也、26、ロッテ、に敵地打が飛び出し先生。5回には同じく初招集の辰巳亮介、27、楽天、が敵地打を放つなどリードを広げた。投げては先発の井上敦弘。 23、巨人、リリーフで登板した横山陸と、23、ロッテ、墨田智一郎、25、西武、清水達也、25、中日、が無失点リレーでつなぐ高騰を披露した。ラグザスプレゼンツ第3回 WBSC プレミア12が9日から開幕。侍ジャパンはグループ B で初戦は13日、バンテリンドームでオーストラリアと対戦。 9日、10日にはチェコとの強化試合が控えている。先発は侍ジャパン初招集となった井上。今季25試合に登板、そのうち15試合に先発し8勝5敗で防御率2.76をマークしている。その井上の立ち上がりは広島の先頭佐藤圭介、23、藤五郎、2番、内田正代、20、を見逃し三振に。西を奪うと3番。 田村俊介、21、鬼ごろに打ち取り三者凡退に抑えた。打線はその裏、広島の先発常広早と、23、二対し先頭の村林一二27、楽天、は初級からバットを振るも一ごろ。2番、坂倉翔吾、26、広島、は死球で出塁も3番、辰巳が夕日4番、小園海二24、広島、 は中飛に打ち取られ無得点に。井上は2イニング目も三者凡退に抑える高等。二回裏、5番、紅林幸太郎、22、オリックス、がチーム初ヒットとなる右安打を放つも6番、佐藤は夕頃の併殺打に倒れ西走者なしに。続く7番、磯畑亮太、25、日本ハム、 は空振り三振とこの回も得点のチャンスを作ることができなかった。三回表、井上は7番中田友人19、8番石原貴則26、9番中村隆弘、24からすべて空振り三振を奪い計3イニングを無安打5奪三振に抑える投球を披露した。三回裏は広島の2番手、斎藤佑太、2 2対し8番。 清宮幸太郎、25、日本ハム、和中比、9番、森下翔太、24、阪神、和佐人を抑え込まれた。4回から侍ジャパンは2番手、横山が登板し1番、佐藤、2番、内田を見逃し三振に仕留めると3番、田村を二頃に打ち取った。4回裏、一死走者なしから4番、小園が死球で出塁。続く5番、 栗林が右安打を放つと1 c 1三塁とチャンスを作った。すると迎えた6番、佐藤はカウント1ボール、2ストライクからの4球目、フォークをうまくライトへ運ぶと適時打に。先制点を挙げた、1点のリードで5回は3番手、墨田がマウンドに上がり西から6番、末金翔太、28、7番中田に連打を浴びるも8番、石原を見逃し三振に抑え得点を与えず。 5回裏には広島の3番手、滝田和樹、22、2対し3つの死急で虫満塁とすると3番、辰巳にライトへの敵地打が飛び出し2点目を奪った。その後一市万塁から5番、栗林がうぎひを放ち3点目を挙げた。6回表は4番手、鈴木翔天、28、楽天、が当番しすべて打ち取り三者凡退に抑えた。6回裏、 西走者なしから9番、森下が左二塁打を放つも続く1番、村林は右比に打ち取られ追加点を奪えず、リード変わらず7回は5番手、清水が3番、田村に中安打、4番、林光太、23、に右安打を打たれるも後続を抑えた。7回裏、広島の5番手、高田一、23、に対し2番、坂倉が死休で出塁。 ダイソーに磯畑が送られると盗塁を決めチャンスを拡大。すると3番、辰巳にセンターへの適時3塁打が飛び出し4点目を奪った。さらに4番、小園の打球は中木比となり大対と差を広げ、そのまま試合終了。後半以降に得点を重ねると投手陣も好頭で繋ぎ、完封勝利となった。8回、延長タイブレークの練習に入ると攻守を入れ替え、 無視一二塁からスタート。侍ジャパンの一塁走者は佐藤、二塁走者は栗林。広島の投手、河野慶、二十三、二対四打席は小賀優と二十五、西武、は番頭を試みるも送ることができず、一四一二塁に。二塁走者に磯畑を送ると続く八番、清宮は東五郎。走者を進め二三塁となり九番。 森下の打球は U 安打となりその間に1点を奪った。その裏、マウンドには藤平昌馬、26、楽天、が上がり、無視一二塁から持ち丸待機23、に番頭を決められ、一塁上で小園が補給するも走者と交錯し落球。その間に1点を返されると続く9番、中村木にライトの頭上を超える敵地打を浴び逆転を許した。 なおも西満塁とピンチをしょったが最後は4番、林を空振り三振に抑えた。